翔くんの新ポスター、渋谷に響く喜びと不思議な疑問、ヘアカラーの説明、夜の静けさに彩られた2月、渋谷で翔くんの新ポスターが登場。新しい一日が始まる前、渋谷宮下公園入り口に潜む新たな興奮。眠りにつく間もなく、ファンたちは街に駆け出し、そこで発見された新しいポスターに共担しました。すぐに広まった情報によれば、ポスターには上目遣いの翔くんが映っています。 熱心なファンであれば、その特徴的な瞳から彼を識別するのは難しくありませんが、カノメの輝きは他のアイドルとは一線を画しており、その存在感はまさに得意なものです。広告主は、そうした得意性を活かし、ファンたちの情熱を引き出す独自の手法を駆使しているようです。2月の日々に、渋谷宮下公園入り口で何かが起こっていることを感じた人もいるかもしれません。 静寂な夜、寝静まった街に新しいポスターが掲示され、それがファンたちの喜びに包み込んでいます。すぐに多くのファンが街に繰り出し、そのポスターが本当に存在するのかを確認するべく渋谷を歩きました。そして、SNS 上ではその発見に興奮と驚きが広がりました。ポスターには目しか見えていないけれど、熱心なファンはその瞳の特徴から、これが将軍であることを瞬時に理解しました。 しかし、気になるのはなぜそのポスターでは翔くんの髪が黒いのかという点です。彼の通常の髪色は白や金髪で知られていますが、この黒い髪は一体何なのでしょうか広告主の意図や撮影時期には不明瞭な部分があり、ファンたちは様々な疑問を抱えています。この写真が古いものである可能性も考えられます。しかし、それならばなぜ今、初めて公開されるのでしょうか何か計算された理由があるのか それともただの偶然なのか。もしこれが彼が有名になってからの公開なら、それは彼のキャリアに対する優種の配慮とも言えるでしょうが、将魂にとっては不当な扱いかもしれませんね。もう一つの仮説は、彼が一時的に髪を染めた可能性です。近年の技術では一時的な変化が可能で、なぜならばビールやお酒の広告において、黒い髪の方がより大人っぽく、クラス感があるからです。この場合、 ポスターが撮影された時期についての謎も解けるかもしれませんね。新しいポスターが登場し、ファンたちは再び翔くんへの熱狂を高めています。その髪の色変わり化についての仮説や疑問がコミュニティ内で盛り上がり、ファン同士の交流が一段と深まっています。翔くんの新たな一歩に、ファンは興奮と期待を抱きながら応援の意を示しています。そして、この新たな展開が翔くんのキャリアにどのような影響をもたらすのか。 これからの展開がますます注目されています。髪の色が変わっても、翔くんの魅力は変わらず素晴らしい。ファンは彼を心から応援しています。友達とのお祝いにビールを買おうと考えているけれど、マスターなのでビールでなければなりません。そんな中、ナイフで競争する計画や他にも何か驚きが待っているのか、気になる要素が広がっています。新しいポスターの解釈や翔くんの未来に対する期待が、 コミュニティ内で様々な議論を呼び起こしています。ファンたちは、これからも翔くんの活動を見守り、その多様性と魅力に感動し、続けることでしょう。新しいポスターが翔くんのファンやコミュニティに与える影響は計り知れません。喜びと不思議な疑問が交錯し、これからの展開がますます気になりますね。翔くんの一歩一歩に、ファンは期待と興奮を込めて見守っています。